はい、皆さんおはようございます。今日はですね、これで今乗車通路で、今これ京葉道路を走ってますけども、一番前が市長のセロですね。でダンボさんがレンタバイクの VFR800X、そして、ベネットさんが、GGR の、で私のこのニューバイク、ダン君です、はい。そんなわけでこれから、ちょっと高速行って、調子の方にね、犬吠埼灯台の方を目がけて、行きたいと思います。はい、ETC、私の嫌いな ETC みたいな。竹子場さんと合流しました。一番前に竹子場さんのダブル800がいます。あったかいね、こっちは。降りたら暖かい。なんかすごいとこ入ってくる。おお、地元道だね。あ、いいね。タイヤの皮むきにはちょうどいいかも。あまり言わないぞ、こと。なんだここ。あら、なにこれ。
来ましたね。来ましたね。あら、いいね。ありますね。カレーボールね、うん、カレーボール子供でよく食べたな、おでんの、ね、うん、こいつか、それで頼りに出るじゃん、この辺、ほら、なんかすごい出てたな、ブレテンベン以外のあのいいところで、水族館やってんのかな、これで、やいやい、もうへえへえ、そうですね、閉めちゃった感じですね、もう飯しかない、頭がああ、これだ、これこの灯台だね、白いね、あのバイク来てるね、いいね、来たね、初めて来たわ、犬吠埼、おスタンドの位置がまだ分かってないんだよ、いやー、着いた着いた、犬吠埼、ああ。あら、かっこいいバイクが。自画自賛。はぁ、着いた。というわけで、犬吠埼灯台から、昼食を取りに、竹子場さんの案内で、ちょっと、旅行の方に行くのかな、これから、よいしょ、買いますよ、とりあえずネタを、ないんですよ、そういうのは、
マグロの食事の方です。そこか。なるほど。いいね。はい、イワシ地魚料理なんて読むんだっけ。ご飯食べました。というわけで、本日のランチツーリングこれにて帰りますよ。はい、OK でーす。あれ？いやー、いやー、美味しかった。イワシ料理。美味しいイワシだった。うまかった。これは美味しいですね。うまかったね。そうかそうか、これであれ利根川から利根川を渡るってこと。なるほど、だね。なるほどなるほど。これはじゃあ川なのね、海じゃなくてね、河口なんだね。そうだね。なるほど、利根川の河口ですか、これが。来るんだ。俺はもう京都とか全て初めてだからもう。完全にだからこれが渡れないんで、あこれがやっこしい。そうそうか、川はもうこれで離れていっちゃうんだね。なるほど、絶対走んだろこんな道。じゃあもうこれで乗り口なんだね。あ、道の駅。ああ、これ行くのかな。発酵の里か。発酵物売ってんだね、なんか。何を発酵させたの。納豆か。ああ、走ってるよ。あ、右か。右だよ。あ、俺も右から出してねえや。ハハハハハ。
クアってどうすんの、どうやって感知してくれるの。ちょうどいい休憩だ。いや、50キロ走ってんだもん。いいですか、もう。あら、なんか今回ダブルっぽいのをよく見るな。トライアンスか。あ、ボンネビルだ。え、何その中で止めるってるんだ、みんな。スッ。よいしょ。だ。はい、休憩です。よいしょ。はいはいはい、ここから乗りますね。天王道、神崎っていうのかな。 CRF だ、またいやこれで縦断道抜けてくんですか。手間島ですね。はいはい、はい、というわけでですね、帰ってまいりました。納車ツーリング、今これね、見えるかな、Qランプがついてるんですけどね、今日の走行距離は289キロで、あと残り84キロ走りますよっていう一応ねアナウンスが出てて、給油ランプがついてるということなんで、まあ350はちょっときついかなっていうところだから、やっぱり300キロって考えてた方がいいかもしれないですね、この走行、いわゆる満タンでの走行っていうのかな。で、まあ、今日1日これだけの距離乗ってですね、だいぶ慣れました、だいぶ慣れましたけども、やっぱり重い、この重さにはやっぱりそんなすぐには慣れないので、あの走ってる分にはね全然楽でいいですよこれ。ただあの取り回しとか低速での U ターンとかその辺ちょっとまだねおっかなびっくりなんですよ。で、これですね、なんて言ったらいいんだろうな、あのローで、例えばこれロー入れて、この低速の時にねエンストしないんですけど、なんかねエンストしそうになるんですよね。で、回転数、要するにアクセルをひねらないでこうクラッチだけそーっと離してって、ハンクラにしてこうちょっと出ようって思うと、なんかエンジンが止まりそうになるんですよ。それがまあ、あの今まで乗ってたねダブルとの感覚の違いで、ダブルだとそれやってもエンジン止まることないので、そのままアイドリングでこう走っていっちゃうんで、意外とこの750もそうなんだろうなと思ってたら、あれ意外とこれそうでもないのかなっていう、ちょっとそんな気が今してます。それとあとはこの2気筒のこの270度クランクのこのパパパパパパってこうね、蹴る感じのエンジンのこの感じがすごく走ってて心地よくていいんですけども、シフトアップしていくときに、まあ、これ今日1日乗った感想ですからね、間違ってるかもしれないんだけど、2500回転から3000回転ぐらいの間が一番いいんですよ。で逆に2500回転より下回っちゃうと、ガクガクするような気がするんです。それも気がするだけなんで、実際はしないのかもしれないんですけども、2000回転ぐらいでもそんな気がしちゃって、だから回転数が2500を下回っちゃうとちょっとギアを一足落としたくなるんですよね。ってこと で、あんまり上も回したくないんで、まあ、3000ちょいぐらいで
ピックアップしていきたくなるんですね。こんな感じで今3200でこう40に上げたりとかってなるとね、意外とこのシフト操作がこう忙しいなっていうのが今日1日走っただけの印象ですけどね。もっと本当はその回転域を広く使えるんだと思うんですけど、まあ、慣らしっていうこともあって、まあ、いろんな意味で今日1日はそんな感じでちょっとこう、ギアをね2速3速4速あたりを結構使って、走ってたりしましたね。今これ4速で2200回転ぐらいでなんかガクガクしてる気がするんですよ。全然大丈夫なんですけどね。でこの2500よりちょっと上がるとこうなんかこうおとなしくなるというか、スムーズにこうエンジンが回ってるようなイメージでっていう感じですかね。はい、で一応そういった感じですけども、とにかくやっぱり乗りやすかったです。楽です。で、今日は朝本当にねガチガチ緊張してたせいもあるんですけど、結構こう緊張してる時ってお尻に力入りません？多分そのせいだと思うんですけど、もうねお尻が痛くてしょうがないんですよ帰り。でそれは多分シートが硬いとかっていうよりもちょっとこのなんだろう緊張から来るなんていうんですかねうん、こう力入っちゃってね、緊張から来る、あれだと思います。疲れというかこうなんだろうね、こう筋肉疲労なんていうんだろうね、こうお尻が痛いのね。まあまあそんな気がしますが、はい、そんなわけで、今日一日あんまりいい動画も撮れなかったんですけども、まあ、ただランチツーリングということで、お昼、美味しいイワシフライと、お刺身定食みたいなのをね食べてまいりました。竹子場さんね、千葉のダブル800の竹子場さんに今日はもう全部、道案内もしていただいて、お昼食べる場所も教えてもらって、もう本当におんぶに抱っこでお世話になりました。竹子場さんありがとうございましたまた、千葉に行った際はよろしくお願いします。はい、というわけで、本日の、農作ツーリングランチツーリングこれにて終わりにしたいと思います。それでは皆様また明日お会いしましょう。さようなら。